ナンバー1、一郎じゃないですか。前もそうです、カムリンの時も。これすぐ通りました、基本ナンバー。通りました。で、この3階ヘッドライトね。そうなんです。これノーマルのあれですよね。純正のスタッドレス仕様か。そうです。あとは何、マッサージもついてる。あとは、まあ、エアシートとか、シートヒーターもついてますね。あ、だから分かれて出てくるんですね。そうです。ね、この辺りも。そうですね、そこと、あとここの上にもあるんですけど、このこっちですね。やはり法人車なんで距離感じないですね。そうですね、はい、法人車なので本当ね。これ標準ボディだけど後ろも十分ですかね、広さ的には。そうですね、十分。誰も座んないって普段は 95% ぐらい1人しか乗ってないでも結構そういう人多いですよ。そう、後席豪華でも、はい、実際に座るのは運転席っていう人がやっぱ多いですよ、はい、本当そのパターンですね。そうです。お願いします。今距離どのくらいですか、これ。これ19万8000とか。あ、おいくらぐらい買ったんですか。これ280です。でも結構するんですね。グレードはなんていうやつですか。これバージョン L です。 L って、じゃあ後ろも豪華なやつ。あ、後ろ席、はい、ついてる。じゃあカムリから乗り換えた。だからまた全然違うでしょ。簡単に言うと結構偉くなったような気分みたいな。ワンオーナーで、多分どっかのワンオーナーなんですね。どっかの会社の法人車だったと思います。あ、だから距離が長いんですね。結構法人ってね、調子がいいのが多いんですよ、距離乗ってても。やっぱ整備ちゃんと出してあるから。はい。で、この内装の色も狙ってたんですか。たまたま一番安いやつこれだったんですよ。あ、そういうことね。来てから思ったんですけど、はい、今までレザー系、あの前ゼロクラ乗ってて、はい、その次がカムリで、こっちもなんか黒シートだったんですよ。はいはいはい。で、今こう白になって、はい、なんか新しくなった感じがして。確かに。うん、いいですよ。納車になってからどのくらい経つんですか。これ、納車が11月末なので。あ、でも最近ですね。最近ですよ。アキさんと動画撮って。お披露目ですね。そうです、お披露目です、お披露目です。カスタムは何するんですか。あの、車高下げて、はい、ホイールもって思ってるんですけど。しばらくは、じゃあ、これを乗る感じですよね。そうですね。ね、2年ぐらいは。上品に乗れればね、似合いますよ。はい。そうなんですよ。こうやって駐車終わったらこう立ってください。楽でいいですね。でもね、楽です。こうやってペッてやって、だシンプルな方がいいですよね、こういうのもね。はい。一番気に入ってるポイントってどこですか。あ、でもやっぱ顔ですね。あ、あのフロントマスクが、はい、この3つのこれもね、高そうっすよね。めっちゃ高級感あるね、はい、あとこの L 字のね、これが。あ、そうなんですよ、これ L 字のところ、まあ、遠くでもね、分かりますもんね。後期になっても顔がガラッと変わりましたもんね。そうですね。あれ、なんていうんですか、メジャーチェンジでしたっけ。ビッグマイナー。ああ、そうです。顔が全然違うんですね。そうです。リア、まあリアも違うし、内装も違うし、はい、だいぶ手が入ったんですよね、409後期から。そう、アスレスマークじゃない、スーパーブラック3面つけてるんですけど、はいはい、でお店の人に頼んで、1枚じゃなくて2枚ずつ貼ってもらって、スーパーブラック。うん。あ、だからダブルで貼ってもらって、真っ黒なんですね。そうです、真っ黒に。こう L もか、このマークでしょ。あー、そうそう、これ新しいですよね、当時は、はい、当時ね。